まあ、韓国系の銀行の生態認証適用やブロックチェーン関連のパートナーシップ、まあ、やっぱ一番はスペース X ですよね。仮想通貨やブロックチェーン的にはなんかクリプトピアも本当に、まあ、どんな状況でもとりあえず注目はそうで取り上げましたけど、まあ、再開してもどうなんかなというところで、まあ、あとはシリア関連が相変わらずというところで、はい、2019年3月4日本日のピックアップしたニュースを紹介。まずは韓国 BNK プサン銀行はモバイルバンキングを利用してきたパスワード方式の認証を生体認証ベースの証明書に置き換えましたよ。今後は指紋やピン認証、パターン認証だけで口座紹介や振り替えサービスが可能になったそうで、まあ韓国の一部の銀行だけでなく全世界的に緩やかにここら辺はもう適用されていくでしょうね。と同時にそこまで銀行というかモバイルバンク利用して振り込んだり口座確認の必然性があるのかっていう問題ですよね。だって口座確認なんかこんなもん全部マネーフォワードで一括にしてはそんな無駄な作業やらんでいいし、振り込みなんかまずしないし、引き落としの類も生体認証ブロックチェーン電子マネーなんかと統合して進めていけばその概念すらほんとなくなってくるから、まあやるのはもちろんありだけど、まあ、なくなっていくサービスは見えてるよなという感じで、はい、次カカオの投資部門カカオインバストメントと四星医療がヘルスケア ICT 合併法人デジタルヘルスケアの100億ウォン規模の投資契約を締結しましたよ。まあ当然情報通信の ICT や人工知能の AI ベースの医療サービスのための協力の利用した技術開発の協力ですね。カカオもなんか本当部門がいろいろあって本当に幅広くなんか手を広げとるよなとか本当印象ですよね。はい、次韓国の仮想通貨取引所オールスタービットが不動産を差し押さえられましたよって、韓国内でこのサイト代表の、まあ、不動産類が差し押さえたのが初めてなケースで、これ仮想通貨の法人口座なんかは入金すると法人の所有になる一方、利用者が入金に対して金額返還を要求した時はこれはいつでも返還しなければならないそうで、なのだがこのオールスタービットは去年の12月あたりから利用者の出金を停止させ、まあ、他にも内部の横領価格操作なんかまあ疑惑がいろいろ出てきましたで、ね、それはもうあかんわね。それでこのホーム法人が、まあ、このオールスタービットの被害者の意見をまとめて不動産一件の仮差し押さえを申請して裁判所が受け付けたということですね。28日に仮差し押さえの登記をしたと。これもうここまでなるってよっぽどですね。これなんで全世界的にもなかなかあれじゃないですか。事例がないというか、これも悪意を持ってやってるからこんな取引所関わっていかんすわね。全然オールスタービットじゃないよこんなの。全然オールスターじゃないよこんな取引所。はい、次ブロックチェーンベースのメディアプラットフォームパブリッシュとブロックチェーン専門放送の TBCC が戦略的パートナーシップを締結しましたよ。 MOU ですね。まあ、メディア関連と放送関連が提携ということでやっぱりコンテンツ提供の幅を広げるというのが狙いですよね。韓国とかだとこれどうなんでしょう、 YouTube とかでもあれだもんな、英語表記しんとなかなかあの見る人がわからんっていうのが多分あるよね。一番の問題はまあまあ週明けて地味に提携情報が出てきましたよねと。はい、次。いやもうこれ完全遊びです。私が遊んでいる鬼桃語り iOS、Android のアプリの単純な今イベントやってる攻略です。発音問題なんでなかなかないんですよ。発音しくると間違えて進めんとか、ポイントがたまらんとか感じで、まあこれもう完全自分メモの雑談です。まあいろんなキャラを組み合わせて早く倒してポイントを稼いで、みんなでポイントの競争してランク付けしていますよってイベントで、もう本当に遊びです、これは。特にこれを持ってないんで、この二人を持ってないんで、この点数がなかなか叩き出せんので、これ毎日英語物語と鬼桃語りはここでキーワード検索でググって情報収集しとるんですよ。その中であったんで、まあもちろんフォローしてるし知ってる人ですけど、まあこれはもう完全雑談です。まあこれのおかげでちょっと先週今週忙しいというか、前は何しとんのやという感じですけど、まあ雑談はさておいて、はい、次。シリア軍が日曜日ですねの朝方、イドリブ国境とハマ北部でテロ攻撃撃退して数人の兵士が亡くなって負傷しましたよ。これ UTC 時間では午後11時台の一方、現地時間だと夜中の1時半頃。じゃもう寝ろよって本当に。もうな、もう本当表面に出てこんだけでなんかこんなことばっかりやってて、ねえという感じで、本当にこっちの方なんかこんな動画ばっかりですもんね。なんかまあまあ本当にもうちょいなんか楽しく生きようぜという感じで、はい、次。
香港ベースの釜山グループはマレーシアベースのラブアンインターナショナルビジネス&ファイナンシャルセンター IBFC から証券取引所ライセンスの承認を受けたと発表しましたよ。これによって釜山エクスチェンジはデリタル資産を中心としてアジアでのフルライス証券取引所になりましたよと。証券の類がだんだんデジタル化してトークン化してどっちかというとブロックチェーンや仮想通貨寄りになってくるとだんだん既存の証券取引所も形を変えてデジタルベースの取引所に、なっていくのがまあ目に見えてるとかその流れですよね。まあ実際発表したのはこれ2月の終わりですか。まあ知らなかったニュースですし言及するのもなかったというと取り上げた限りです。はい、次、スペース X の宇宙船ドラゴンが国際宇宙ステーション ISS にドッキングしましたよ。本当に宇宙がどこまで身近なものに近づいていくんでかでしょうねというところで、ここら辺本当に無知識分野という感じで、もう読みながら調べながら喋りながらもう自分の知識に落とし込んでる感じで、あれですよね、堀井さんのロケットの本を一冊読むとしっくり解釈に落とし込めるというか、まあ、1回だけじゃなかなかあれですけど面白い本なんで本当数回ぐらい読むとまあちょっとずつ落とし込んでいけるかなと、たまに本当に時間空いた時にあれですよね、読み返したりします、知識の確認のために。はい、次はオーラス。まあ、スーパーハックされたニュージーランドベースの仮想通貨取引所クリプトピアが今日あたりから取引所再開するって言った一方、明日にでもサイト再開を目指しますよ。まあこのあれだね、ツイッターのあれはこれは完全にバカにしとるということで、もうこんだけやられたところ再開の目処立っとんな、こんな遅れなんか出んし、まずはなんかあれだろうな、本当に絶対関わりたくないよな、アカウントはあるけど、いやもうこんなパスとか本当捨ててやるという感じで、とまあニュースが少ないと読めた月曜日、何をしとったかというと、やっぱり鬼桃物語のイベントじゃないけど攻略じゃないけど、このどの武器を例えばこの武器をつけたらどんだけ攻撃力があるのか、この武器持っとるからどのターンで入れると攻撃力上がるとか、もちろん発音をしくったら攻撃もクソもなくて負けるんですけど、これもなんか持っとるんだけどあんまり使ったことないもんでいろいろ試したりで、そんなことを昨日どんなもんだろう、夜1時半ぐらいまでやったのかな、そんでそっからスタディサプリとかなんかやって2時半か3時ぐらいでさすがに寝坊して1時ちょっと過ぎとったか起きた時は、何をしとんねんとか、まあ、ニュースが少ない時あるんですよね。いやそんな時だから他にも動画撮れるとかあるけど、ゾゾスーツの途中撮りのやつがまだあってそれも編集してないとかですよ。それぐらいね、この鬼物語発音練習にもなるけどゲーム要素としてもなんかハマるんですよ。そうどれだけ最短でクリアするかで、結構ついしとる人が少なくてあんま情報が流れてこんっていうかな、アクティブユーザーがやっぱ少ないんじゃないかな、動画でもあんま上げとる人おらんくて、ついでもそんなにブログでも書いとる人でも自分含めても5人もいないぐらいだから、そこへ何をそんな向きになっとるんだけど、まあまあ英語を学ぶあれで面白いということもあるし、まあまあそんな脱線した日な一方、ニュース的にはまあまとめていくと、まあ韓国系の銀行の生体認証適用やブロックチェーン関連のパートナーシップ、まあやっぱ一番はスペース X ですよね。仮想通貨やブロックチェーン的にはなんかクリプトピアもう本当にまあどんな状況でもとりあえず注目はしとで取り上げましたけど、まあ再開してもどうなんかなっていうところで、あとはシリア関連は相変わらずってところで、本当にやっぱり土曜日より特に日曜日かな、ニュースはもう見とっても今まで見た内容をなんか繰り返して書いたり、もうどのメディアもやっぱ書くことがないもんで、タイトル的にちょっとキャッチーな風に書いてる、あこれまたこの前のこと書いてるんだとか、なんかこれ悪意つくとなんか変な記事つかまされるなとか、そんなんばっかの書き直してるの、そりゃそうだな、そんな新しいニュースなんかそんなないですよね。だからあれですよね、日本だけでなく全世界がもうスペース X のことばっか書くもんで、どこ見ても結局一緒だもんで、そんなもんだったら母国語で見た方が早いだろうっていうところで、まあ多分今日の夜ぐらいから本格的に現地時間であれか UTC であれか夜中ぐらいから、まあ英語圏内のニュースがわしゃわしゃ流れてくる頃ではないかなと、いつもの流れだと思うんですけど、まあそんな感じでこれからもまた相場の動画一本やってからまた鬼物語で、まあ遊ぶって言ってもあれですね、一応発音だから勉強は勉強の類なんですよね、まあ遊びなんですけど、まあ取り留めなくなってきたら要は遊びたいっていうかだけで、はい、そんな感じで以上、全然まとまらないまま2019年3月4日ニュースが少なくて鬼物語で遊んでいる毎日でした。イベントが木曜日なんでね、なんとか30以内に2カウント入賞させたいんで、もうなるべく時間を余った時は費やして、ほんと寝る間も惜しんでというか、前は何をしとんねやって感じだけど、もう取り留めないので終わります。はい、そんな感じで終わり。